皆さんおはようございます。エペボーチャンネルです。本日は4月19日金曜日、花金ですね。本日一日頑張って、素晴らしい土日をねお迎えいただきたいと思います。さて、昨日のね新規発投稿はピュアワンさんからのねボード投稿いただきました。モバイル式のねバッテリーを入れてるということでね、野外のライブにも対応するということでね、要するに AC アダプターがいらないということで、バイタルオーディオのね VAR8 というね、充電式の、パワーサプライですね。これいいですね。ちょっと真似したくなるボードだなということでね、改めてきちんとご紹介していきたいと思いますけど、やっぱなんといってもですね、この、モバイル式のバッテリー、それから大人気の MS3、 そしてワイヤレスが乗ってるんですよね。ということでですね、こちらのボードを参考にしてですね、この持ってってすぐ演奏できる AC アダプターなしでできる、このボードをですねフェボーイさんもねちょっと真似して作ってみたいなというふうに今考えております。ピアワンさんね、こちらのサウンドの方もですねなんか、コメント欄に書いてますけど、動画とかね、作ってみたいってありましたけども、こちら本当に気になりますから、ぜひともね、アップしたらまたお知らせいただきたいなというふうに思いました。それからね京次さん、ご常連さんですけどもね、コメントが面白いんですよね。私帰ってまいりましたなんかどっから帰ってきたんだろうと、物理的に遠くに行ってて帰ってきたのか、それともFFOが嫌になってどっかに行ってて帰ってきたのか、それともなんかねマルチに没頭しててマルチからまた、コンパクト系に戻ってきたのか、わかりませんけれども、とにかく京次さんが戻ってきたということでね嬉しくてご紹介させていただきました。ミニペダルがいいって書いてますけどね、やっぱミニペダルのこの大きさに対してですね、見ていただくとこう、ダダリオのねペダルチューナーありますけど、やっぱねこのダダリオのチューナーよりもちっちゃいということでね、このミニペダルっていうのはねやっぱ本当に小さいんだなって改めて思わせるようなねボードに仕上がっております。こちらのねボードも、とてもね小さい、ハードケースに収まってますですね。ピュアワンさんも京次さんのボードもね割と小さめだと思いますけれども、俯瞰してねぜひとも皆様方、ボード投稿見ていただけたらと思います。お二人とも投稿誠にありがとうございました。そしてね今日の、バナー広告ですけどもね、ギターの方ですね、エレアコでも、それからね、クラシックギターのね、ナイロン弦でもどちらでも貼れるというですね、でまたサウンドもね、本当にそういう音が出るということでですね、一石二鳥の、ペボーズさんも欲しくなっている、ランスケープ、ギターですね、こちらぜひともバナークリックしていただいて、動画がありますので ぜひともチェックいただいて、お店の方でもね、お問い合わせいただきたいというふうに思います。さて昨日はですねちょっと、ツイートを2回ほどさせていただきましたけども、フェボーイさん初の生エリック・クラプトン様、の演奏を聴くことができました。もう感動しましたですね。驚いたのがですね足元がですね、ワウ多分クライベイビーだと思うんですけども、クライベイビーと、それからなんか謎の1台しかないんですよね。でサポートギターサイドギターの方はですね非常に巨大な、なんか直列ボードだと思うんですけども、非常にあのたくさんのエフェクターを扱っているんですけども、クラプトンはたったの2台でギターソロ弾くときも別にペダルを踏むことなくですね、ギター側のボリュームだけで歪ましたり、クリーンサウンドにしたりっていうのをですね繰り返していて、でピックアップはねフェンダーのノイズレスを使っていて、でピックアップそのものはですね、センターピックアップでほとんど弾いていると。ワンダフルトゥナイトぐらいですかね、ハーフトーンで聞かせていたのはっていうぐらいでですね、非常にあの操作とかね演奏方法とかですねこの歪み具合とかですね、本当生音に近いナチュラルなこの歪みっていうんですかね、でも透き通るようなこの、サウンドっていうんですかね、もう本当にもう感動しましたですねであのお年でね、あんだけのパフォーマンスができるっていうところもね、非常に素晴らしいなと思ってですね、歌声も含めて感動した、夜でございました。ね、チケットいただいた、友人の方に改めて感謝したいというふうに思います。ありがとうございました。それからですね、本日はエペボーイさんですね、エペボーアワード、のですね、受賞ブランド様、まず強烈コーポレーションさん、エレハモのね代理店さんということでね、ファズ部門3年連続と、それからね、アナログコーラス部門で今回初めて取られたんですよね。こちらの解説をねしていきたいというふうに思います。そしてね、恒例の東京名物このマイク・マシューズさんの前で記念撮影をねまた最新バージョンを映していきたいと思います。それではね、フェボーイさんも、4月28日には、今年初のスタジオ練習があるのでボードをね組んでまた投稿したいなと思っておりますので、皆様方もね平成最後のね、フェボー、フェクターボードを組んでですねフェボーに投稿いただけたらありがたいと思います。それではね本日も音楽と機材もその胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。